結局朝の2時半ぐらいか、2時半過ぎに家を出てずっとした道で来ました。そこのすき家で朝飯食って、あと用足してね、あと20分ぐらいで到着だそうです。ナビによる。よいしょ。気温は4度。バイクはお金払うのかな。よいしょ。その前に言われちゃうかな、バイクで来る人いませんよっつって。どっこらしょっと。バイクもお金払うの？外ですと無料になります。あ、外でいいよ。向こうに案内の人いる？はい、あ、わかりました、ありがとう。全然道平気だな、よかった。あとは誘導員の言うことを聞いてバイクを止めようと。どこ？あのバスの人たちみんな登山のお客さんなんだって。今日はたくさんいていいや、人がみんな用意してる。ちょっと出てていい？うわ、混んでる、ちょっと並んでる。今マジか、あそこまでは並んでなかった。曇ってるし。あ、でもうっすら、うっすら太陽出てる。さあ、今日はどうだ。この間より全然寒くない。いいね。天気予報は晴れだったんだけど曇ってるし、ちょっと残念。でも全然人が多い、登山のお客さんもいっぱいいるらしい。楽しみ。ちょっと並んでる。少し遠くまでは見えるけどね、やっぱり太陽が出てると出てないじゃ大違いなんだよな。今日テムレスがあるから寒さ感じないけどね、指先からの。来ました。ぼちぼち用意してのんびり行ってみよう。なんかあんまり期待できないけど、天気は人も多いから今日はちょっと時間がかかりそうですね。今日は人が多い。
めちゃくちゃ多いし。用意できたけど、用意はできたけど、ストックが1個ぶっ壊れた。シングルで行かなきゃ。チェ。バキッて折れた。強く締めすぎて。チェ。太陽出てきた。太陽出てくれて嬉しい。天気良くなってきた。予想に反して、はあ、ここ急登だな。いいね。どんどん天気良くなってくれればいいな。今日はいっぱいいますね。ちょっとルートが狭いからね、時間がかかるかもしれない。のんびり行こう。ストック折れちゃったし、テンション下がるな。渋滞してる。行っちゃっていいかな。行っちゃっていいかな。楽しそうでいいですね。うらやましい。楽しそうで。すいません。あ、これカメラです。すみません。珍しいから撮らさせてもらってます。え、これ山頂まで行くんですか？もうマジか。じゃあ、まあ、ずっと入ってないかも。先行ってます。すごい。本当ですね。確かにあれ場所が場所だったら。平和だ。今日はこれで青空になればな、最高なんだけどな。結構見える。青空こそ見えないけど、いいね。剣ヶ峰もちゃんと見える。来た。雪庇のとこまで来た。結構は泣いてる。登ってます。今日はいいよ。いいですか？すいません。
ここでどうしようか迷ってたら。してきてるからこの辺りで俺も今回はやめようかな。危ないしね。細い尾根のところまで来た。途中剣ヶ峰です。行くのかな。噂のヤバいっていうところね。ただこれはこれで楽しかったりする。ちょっと待ってていいですか。もうお手ぶら人いるから。そうみたいですね。上がりますか。お願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。超いいじゃん。上手、すげえうまい。剣ヶ峰超見える。いいね。はあ、天気良くていいね。風無風だな。風速ゼロ、信じらんない。この間の天気が綺麗。ある意味修行みたいになってきたぞ。団体さんに追いついてしまった。すごい。この前道間違えてたのかな。ここから右に行ったような気がするな。向こうからこう登ってあそこら辺でやめたって言ったような気がする。こっちだったんじゃないの。登山道間違えてたんだ。最後の登り、最後の急登だね。すげえ人が。到着です。
の人たちなんだな。楽しそうで。来ましたね。スキーしょった人たち。すごすぎる。すごすぎるぞ。リバークのところまで来た。これ練習なのかな。上手に作ってあるな。うますぎるもんね。お上手。マジか。慣れたもんだな。すごいね。剣ヶ峰の登りでーす。本当だ。本当だね。本当だ。初めて見た丸い虹。映ってるかな。みんな撮ってる。見納めだ。この素晴らしい景色も。リフト乗り場の案内の声も聞こえてきた。いよいよ終わりです。あそこに重機が見えた。楽しかった。青空こそね、あんまりパッとしなかったけど、今日はあちこちの山々とか剣ヶ峰とかね、よく見えたからよかった。きっともう誰かに誘われない限り来ないな。十分です。満喫しました。お腹いっぱいです。
今日も観光バスも数台止まってる。いい登山だった。そういえばあんなに暖かいのにテムレス使ってる人誰もいなかったな。超快適だったけどね、テムレス。おまけにワークマンのカッパも誰もいなかったかな。お疲れ山、帰ろ、支度して。